ワールドツアーに出ましたブラジル代表がこの日続きしかも対戦相手は現在世界最高と言われるこのカナリア軍団。 あそこまで、ねやられると思いませんでしたね、なんでね、やっぱりすごいんだってワールドカップ行くんだっていう意気込みをね、ここで見せてほしいですね、さあその世界一をストライカーと思うんですね、さあそのロナウドにボールが渡ります。右にジッコ、マラドーナとかですね、それに次ぐ、そして大 A マッチ100台の武器、さあまたドゥンガが一気に左へ、ロナウドが大きく開いていました、2人でマーク、それちょっと日本の方はちょっとね、まあ、またロナウドが前向いてプレー、ただやっぱり世界一になるっていうね、参加するのはもちろんですけども世界一になるっていうのは世界中の、気温は30度を下回っております、湿度もまあ 70% の日本代表がロベルト・カルロス、あるいは右サイドの格をどうやって止めるのか、目がちょっと数一人で残ってて、もう中盤からすごく離れて、ですからこのワントップのディフェンシブのチームがね、どれぐらいやっぱり根があると同時に、だからここがねやっぱり先に取ると取られるっていうね、まあ、ラモスが言ってたけども立ち上がりすぐコンディションがいい、ロナウドにデニウソン、そしてもう一度ロナウド、ペナルティエリアのライン、ロナウド、ロナウドが前を向いてプレッシャーさですね、警告してくれてすごくいいじゃないかなと思いますね、その通りだと思いますけどね、ちょっとセンターサークル付近でこのその、非常にモチベーションがあるじゃないですか、そこでやっぱりだんだん試していくところがブラジルのその空さの一つと思いますね、さあアンデルソンとロナウドのワンツーと後ろから来た、これは今ちょっとね簡単にワンツーでね、構えてるバックラインがちょっと気になりますね、やっぱり2人つけてたらそのワンツーのあのツーの分をね、守るところにちょっと前出てます、またブンガが拾う、さあスルーした、あーっとダイス、アンデルソンがねあれちょっと前につけばもう2点目の可能性が、セルジオさんそこ、ザガロがですね、非常にディフェンシブにやった日本の中にね、それでなおシュートが少ないというところがね、レオナルドとフラ、ロナウドとフラビオコンセイソン、さあロナウドが、ロナウドのこの強さ、落ち着いていましたフラビオ、折り返す、ハイボールになってロナウドが競ります、わっこれあロナウド抑えはない、まあ、予定通りのその守る集中力が高いですね、今日は2列目からやられてるんですね、これがやっぱりこうもっとこう総合的に一人だけじゃなくてその相手のチームした、背番号9番このロナウドを下げまして、ドニゼッチ、そうですね、